はい、集合集合最終号よし号。皆さん、また会いましたね。ホフソン監督のルノーです。あのさ、じゃあさ、逆に聞くけど、どうやったら勝てんねん。もうどうしたら勝てる、ホークス。もう、勝つ流れやったよ、今日。マジ、今日も負け。今日も勝てんかったよ。今日も負けたよ。もう誰を信じたらいいの、マジ。もう何も信じられない。まず、本日、一軍初登板の、新助っ人、コリンレ。ランナー溜めて溜めて、昨日の一件で話題になっとった、オースティンが。まあ、まず、スリーだ。スリーだ。いきなり。もう、オースティンやめろって。もうええって。何回ホークスいじめたら気が済むね、ほんま。いきなり3失点して、まあ、コリンレイこれあかんのちゃうかと思ったら、まあ、その後はまあよかったレイレイはただの、まあ、何がいかんかって、また 5G、 また撤収速度 5G だぞ。早いねんって終わるんが。だからそうやって間接的に親会社のアピールすんだって何度言わしたらわかんねん。しかしランナー2人出して7回表8番ノブ松田信弘同点スリーラン。ノブもうようやってくれた。アッツォ、もうアッツォがやってくれた、ほんま。もう終盤ここに来て、まさかの同点スリーラン。これはもう勝つしかない、勝つしかないって思っとったら、外や、ネフタリや、タイムリーポーン。ザカッと。もうお前見たってこの流れ、中日戦の時と全く一緒。終盤やっとのことで追いついたと思ったらすぐ勝ち越されて。あとは、安明とミッシーマン、鉄壁一勝リレーで、抽選、ホークス2敗1分け。何してんねん。近年こんな苦しい交流戦なかったよ、お前。の。まあ、ただ、レイも、初回以降は非常に良かった。まあ、来週以降期待ということで、いい要素が全くなかったわけじゃないから。まあ、下からついに、セリーグ首位の、阪神タイガース。しかも相手の本拠地甲子園ということで、まあ、厳しい戦いになるのは目に見えとるけど、なんとか、一勝でも多く、拾っていけるように、わしらも頑張りたいと思うんで、引き続き、応援よろしくお願いします。まあ、しょうがないよ。勝つ日もあれば、負ける日もある。143試合もあるから。の。今回も最後まで見てくださって、ありがとうございました。それではまた遠い未来でお会いしましょう。ほんならまた、グラシアス。